やめちゃくちゃここがまたあのグッと入っていく面白いところなんですけども、本当にこの通りですね、あの時空の概念を超えていくというか、あのすごい世界があるんだなっていうのをすごく感じているところなんですけども、ここに入るのが、まあ、あれですね、このマルチバース理論も無限大の問題を抱えていると。そうですね、はい、でそれマルチバース理論っていうこと自体はあの徐々に、うん、あのまあ、そのひな形とか80年代とかに、まあ、ワインバーグも行ったりして、で、まあ、98年から後に、まあ、いろんな人が、あの、今の形にしていったんですけど、それによって、こう、泡はどんどん無限に生まれ続ける。うん、泡が生まれても、それが、周りの空間が広がっていっちゃってるから、泡の広がるスピードより早く。泡がずっと続き続けて、ずっとでき続けているから、ありとあらゆる種類の、その、ちゃんと宇宙が生まれてきてくれて、そのうちの条件がいいところだけ僕らは生まれるから、うん、非常に素晴らしい条件を見るということなんですけど、ということは無限に続いているわけですよ。で、無限に続いてるってのは実は問題で、うん、例えば無限に物事が起こるってことは、どんな物事も絶対無限回起こっちゃうんです。無限なんですから。ずっと待ってりゃ必ず起こるんです。だから、例えばある、こう、出来事、うん、出来事 A が何回宇宙で起こりますかっていうと、無限回起こってるんですね、うん、これ、マシンで言うと、うん。出来事 B は何回起こってますかっていうと、無限回起こってるんですよ。で、C は何回起こってます、それ無限回起こってるんですよ。そうすると、例えば、あの、このペンかなんかを投げたときに、右側に行く確率と左側に行く確率っていうと、普通は例えば1000回投げて、600回右に行って、400回左に行ったら 60%、40% と。で、それを1000回じゃ、あの、ちょっとふらつくかもしれないから、1万回やって、1回やってってやると、どんどんちょうどその6のところに行くというふうに確率って普通考えるんですけど、そう考えると、右に行った回数、無限回。他の宇宙で同じ人がいて、うん、同じ投げる条件のとこがどっかにあって、で、ちょっとだけ違う条件になって、で、右に行った時が無限回あって、左に行く時が無限回あるので、うん、なんかもう計算とかそういう確率とか概念がもう全てがダメになっちゃうように一見思うんです。無限大って結構、あの、もうお手上げで普通は、そのお手上げって言わなくちゃダメで、うん、あの、よくやるのは無限大ってこう書くじゃないですか、こう、うん、8を横にしたような。で、無限を2倍しても無限だから、2×無限は無限の式を書いたとするじゃないですか。2×無限は無限。で、その無限を逆の方に移行してやると、2× 無限が無限なんだったら、2無限引く無限は0。うんうんうん、で、2無限引く無限なんだから無限で、だから無限は0ですとか、だからぐちゃぐちゃなことになっちゃうんですよね。だからやってやんないと。だこの無限をどう扱うかっていう、ことがあって、さっきの二無限イコール無限も、じゃあ両辺を無限で割って、無限を約して1とか、うん、もう本当むちゃくちゃになっちゃうので、で、この無限ってどういう意味なのかっていうことをちゃんと考えなきゃいけないんですけど、実はそれを考えようとしたら、量子力学っていう、うん、あの、こうですね、そうですね、うん、一つのその理論物理学の柱が決定的な役割を果たしてるっていうことなんじゃないかっていうのが、まあ僕とか何人かが言ってたことなんですけど。うん、こうやって気づいた瞬間っていうのはどんな感じだったの？あ、もうこれなんか、基本的にこういうことなんだなって思いました。なんかこの無限の問題みたいな論文いろいろ読んでて、みんないろいろあるんですよ。こう無限、あの、時間が無限になっていくと無限こうできるわけだから、実は時間っていうのを有限で切っといて、実はどっかで宇宙が終わるって置いといて、実は最後に計算の最後にこう無限に持っていくとか、それを、まあ、よくやる手なんですけど、で、そういうので、あの、解けた無限ってはあって、昔いろんなところで物理無限出るんですけど、本当ははずないので、無限っていうのは何かのシグナル、サインなんですけど、理論からの。で、そういうふうにして扱ってうまくいった例もあるんですけど、この場合はうまくいかないんですよ。うん、そう無限をそういうふうに扱う、今までみたいに扱おうとすると、扱い方によって結果が180度変わっちゃうみたいな感じになっちゃってて、あの予言ができない理論になっちゃうんで。で、まあ、そういうふうに読んでて、でも、みんなこうやって、あの、軸、量子力学全然入れてないんですね、そういう議論するとき。量子力学的に考えても、後でちょっと言いますけど、確率なんです。もともと確率なんです、うん。量子力学って確率の理論なので、うん、あの、1000回投げて、600回、400回っていう概念でもって確率を定義するんじゃなくて、元から確率で全てが動いていて、どういう意味で、こう何回やったら何が起こるかって逆側に考えなきゃいけないっていう、ことだったので、うんうんまあちょっと見ていきますけど。見ていきましょうか。あ、そうなんだっていう感じでしたね。おー。じゃあ、この多世界解釈、はい、
のところですかね。そうですね、うん、この量子力学っていうのはこれを説明しだすとですね、うん、あのこれ自体がすごく楽しいのが、うんうんうん、82時間ぐらいできちゃう、はい、ちょっとだから無理なので無理なので、うん、ただまあちょっと聞いたことあると思うんですけど、1個は地力学ってまあ確率の理論っていうんですけど、うん、簡単に言っちゃうとこうなんかパラレルワールドみたいのがすごく同時に動いてるっていうのが僕らの実は本当の世界で、うん、僕らはそんな風の知覚しないですけど本当はそういう風に動いてるっていう風に考えることができて、うんうん、よくあるダブルスリットの事件ありますね。これから A に行くのか B に行くのか、はいはい、この粒子を打った時に、そうですね、粒子行くと A に行くか B に行くか。でそうすると量子力学の理論ではで、まあ、正しいことも実験でものすごい精度で証明されてますけど、実は一つの電子を打ってもこう2箇所に穴が開いてると、こう上を行くっていうワールドと下に行くっていうワールドがパラレルにあるっていうことが起こってるんです実は。で下のちょっと閉じてやると必ず上から行くじゃないですか。そうすると、うん、ここら辺にこう必ず着弾するわけですね、電子を打つと。で下の方だけを開けてやると、まあ、下の方のここクリーンがあったとして、うん、2つ穴があって電子を打ってやって、うん、穴があってそう着弾するとこは下を閉めれば上側に行って、うん、閉めれば下側に行くんですけど、両方開けると両方ことができるので、うん、1個できるってことはパラレルユニバースとして両方が起こってるっていう。うん、これはあくまで1個の粒子が飛んでるけれども両方に行ってるっていう、両方に行くんです。そうです、だから1個の粒子しか打ってないんですよ、うん、でそどこにつくかっていうのがどっかにつきますよね、うん、でまたそれが終わった後に別の粒子を打つ、それも1個しか打たない、うん、でまたどっかにつきますよね、うん、でそれをレコードしてやって分布を見ると、うん、いやですよ、干渉島のように干渉島ね。でそれは右に行って行った時と左に、まあ、上に行った時と下に行った時がのパラレルワードが干渉しているのでっていう考えると、そのパターンぴったり説明できるんですよね、うん、でそれが関数とバッチリ合うので、うん、実はパラレルワードになっていってで干渉することもできる、うん、逆にパラレルワールドになっちゃって干渉できなかったらそれは言いっぱなしというか、でも干渉はどんどんしていって、これを実使ってこの理論を使ってこんな高性能なこんな板切れをこんなサイズで、うん、計算ができてってことできているの、実は全部量子力学で動いてるんですよね。だからこんなクレイジーな理論、さっき言った相対性理論も今飛行機飛ぶのに必要なぐらいなので、送信の計算ずれちゃうので、実は僕らの生活ってこういうのが溢れて、ワンサが使ってるんですけど、うん、その、まあ、量子力学っていうのがあります。で、それは全てのものは確率というかパラレルワールドに散っていってると。で今それを使って計算をやろうとしてて、それ量子コンピューターって聞いたことあるかもしれないですけど、うん、一つのプロセスをパラレルワールドに振ってやって、最後に干渉でバキーンとこう結果をものすごいスピードで出すとか、もう Google なんか量子コンピューターも作ってますからね、49ビットとか、もうもっと大きいかな、今。で、そうなんですけど、でも僕らはそんなもん見ないじゃないかと。言うと、どうしてかっていうと、実は僕らはでかいから。うん、1次元、その6次元が見えないっていうのと似ていて、でどういうことかというと、例えば電子を一発打ちますよね、うん、電子を一発打ってどっちを通ったか見ようと、目でなんか光を当てたりして、で見ると電子を一発打つとこっちで光るかこっちで光るかでどっちかを通るわけですと、うん、でも通ると思っているのは実は違って、パラレルワールドで両方通ってて、うん、上を通ったパラレルワールドでは光は上で散乱されるから、で僕らはあ上で光ったなと思うから、うん、がそういうふうに反応して、あ上で光りましたって言って紙に上で光り上で光ったよって記録して、でもこっちのパラレルワールドでは下が通ってるから下が光るはずで、僕の同じ脳みそはいや下が通ったって反応するはずで、で下が通ったって記録するはずで、ノートにパラレルワールドに分かれてるはずなんです、うん、でそれは分かれてるって考えないと干渉説明できないんですから、やっぱり両方があるはずなんです、干渉するので、実際電子だけで見れば、でも僕らは実験結果が違う宇宙とか、その勝負で勝った宇宙負けた宇宙がその干渉したりしないじゃないですか、うん、でどうしてかっていうと、いやだからそういう電子とかには量子力学使えるけど僕らには使えないんだよって思ってた時代もあったんですけど、でもおかしくて、僕らって電子とかの塊でできてる、うん、電子が量子力学で動いてるんだったら僕らも量子力学で動いてるんですけど、うんうん、でそれはでも実は干渉しないっていうのは理論の帰結なんです。例えば電子が干渉する確率が 1% だったとしますよね、2つのワールドが。
で、そうすると電子と素粒子2つでできているもの、例えば水素原子、陽子があって電子があって、うん、別の位置にいる2つのパラレルワールドがあって、うん、2つのワールドが干渉する確率は電子と陽子が同時に干渉しなきゃいけないので、電子が干渉する確率が 1% で、陽子が干渉する確率も 1% だったら、これが干渉する確率 1% かける 1% から 0.01% しかないんです。で、3個の粒子でできているものが干渉しようとしたら 0.1% の3乗に 0.0001% でしか干渉しないんで、ほとんど干渉する確率ないんですよね。ほとんど干渉しないんですよ。で、4つでできていればさらに小さいわけ。で僕らの体ってどれぐらいの粒子できてるかっていうと、アボガドロ数ってあの高校ですけど、10の23とか、そういう数なので、ほとんど干渉するはずがないんです。ほとんどところ。まあ、事実上ゼロなんです。ほぼゼロ。そうです。ゼロだからピークです。そうです。だから理論をちゃんと考えると干渉しないという結論が出る。干渉しなくて全然矛盾ないんですよ。僕らはいや、干渉してる、他の宇宙と干渉しないじゃないかっていうけど、こう、でっかいものも干渉しなくなるっていうのが理論の予言。でも、本当はあるんです。だから、うまくやれば干渉するはずなんですよ。うん、すごい精度でものをコントロールする。で、それをやろうとしてるのが量子コンピューターなんですけど、だから、それは昔は、干渉しなくな、実情しなく見えるんだから、人間が見たら、電子が上に行った世界か、下に行った世界のどっちかになるんだって言ってた。コペンハーゲン解釈とか書いてますね。でも今はそう思ってなくて、やっぱり両方パラレルにずっと動いていて、だけども事実上独立の宇宙になっちゃうので、僕らからするとどっちかが起こったというふうに見える。でも確率でしか決まってないです。実は確率でパラレルワールドにどんどん散っていってるので、そういうことなんだということなんです。で、その量子力学を使うとですね、実はさっきの問題が解けるっていうのが。はい、どの図だと分かりやすいかしら。どこに行きますかね。これとちょっと、そうです、これですね。どんどんパラレルワールドに散っていくと、その、これは確率で決まっていて、でもうこれは干渉しないってことですね、確率的に。そう、事実上しないというふうに、それもしは違いがちょっとだったら電子だけで見たりしてなければ干渉することもできるけど、まあ、そうするとその一つの干渉する場合はその一つの中に入れて図を書けばいいので、散っていた後はもう事実上干渉しないっていう図を書いてるだけです。そうすると、さっきの問題はどうやって解決できるかというと、実はこうやって書いたけれども、僕ら、この天王図見てみるとわかるように、僕らだって、僕がこの線だとするじゃないですか、くねくねくねって言ってる線と、時間の無限大っていうのを天王図で見るとこの横線になるんですね。その光を45度に描こうっていう作図をすると、時間が無限に経ってるところがこの、そこです、そこです。そこが、だから本当は時間1秒、2秒、3秒、4秒、5秒、6秒、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15、15っていう図なんですよ。描こうとするとそうなっちゃうんですけど。そうすると、この無限の時間を使っても、この三角形の内側しか絶対に見れないんです。わかります？ 45 度しか来れないので、この外側っていうのは絶対僕らに到達しないので、原理的に見えないんです、だからこのさっきまで泡が広がっていくとで別の泡も広がっていくっていう図なんですけど、これ全部泡宇宙、途中ぶつかったりしてポコポコポコ、この色の違うのが全部違うさっきの泡宇宙なんですけど、将来に行くほどどんどん できてくるからフラクトな感じでちっちゃいのがポコポコポコ出てきてるんですけど、そういうのはほとんど見えないんです、だったら見えないものっていうのは実はないって考えないといけないっていう、まあ、さっきブラックの話全部省略しちゃっていいんですけど、見えないものだと。それはある意味自然ですよね。原理的に見えないんだから、そう思わないといけない。だから実はここの領域っていうのはないんです。パッ、消してしまう。存在するのかって書いてある。だからこの外側っていうのはもうないと。ここからしたら。ところが、じゃあそうするとマーチバスないんじゃないかと思うけど、実は違って、泡がこうポコって生まれたりするのが、それが次の絵で、この泡がポコッと生まれたりするのは、さっき言ったトンネリングって、前回にも言いましたけど、この絵を説明しないんですけど、その、違う宇宙がこう横方向に、違う宇宙というか6次元の違う形を描いて、この上側にポテンシャルエネルギー描いて、中段のところからポコッポコッポコッてこうトンネルしていく、量子力学の方からってことをちょっと言ったんですけど、まさしく量子力学のプロセスなので、だからパラレルワールドに分かれていってるんですよ。そのこっち側に行くワールドとこっち側に行く、こっち側に行くワールド。だから、6次元の形がこうだった泡ができる世界と、違う形ができる世界と、違う形ができる世界というのが、その確率で決まっていて、
で、そのそれぞれは無限に大きいサイズがあるわけじゃなくて、ここしか見えないから、これの中しかないんです。だから無限ないんですよ。無限界起きるじゃないかっていうけど、実は起きてなくて、その一つから見ると、ここしか観測できないんだから、この中で起こったのは絶対有限で、他の宇宙では別のことが起こるけど、それの宇宙がどのぐらいになるかっていうのは、もともと確率なんですよ。量子力学なので。だから無限の宇宙があって、無限の宇宙で何回起きたかを数えて確率っていうんじゃなくて、もともとパラレルワードに確率値なんです。で、その散っていった各宇宙では無限の広いマルチバースではないんです。だからマルチバースでこんな絵を描いてるのはどういう意味だったかっていうと、これ多分次に。で、だからこういう人がいて、こういう景色を見る可能性もあれば、ちょっとそこからずれたような、泡の位置が自分よりちょっと違う位置でずれ、起こったような宇宙を見る確率もあるし、それよりさらにちょっと違うところで泡ができましたよっていうふうに見る確率もあるし、っていう絵をこう全部こうずっと重ねてやった時の絵が、こう、マルチバースが宇宙が無限に広いところでボコボコいっぱい生まれてっていうことだったんだというのが一応僕とか何かが言ってることで、量子力学で全部確率でこう無限の問題なんかないんだけど、確率プロセスだし、実際そのトンネリングでこの泡を作るっていうプロセスなので、確率なんだけど、で、それぞれの世界は無限に大きいんじゃなくて、無限に大きいっていうのが一般相対性理論の記述なんですけど、そのアインシュタインの解いて無限にできたっていう、記述は、実は量子力学と重力を考えてやれば、こういう宇宙も起こりうる、こういう宇宙も起こりうるっていう、すべての起こりうる宇宙を簡単に図の上にするために、パッチワークで書いてみたもの、だったので、一見無限回起きているように見えるのは、それは、まあ、ある意味フェイクで、その全部確率的に起こりうるパラレルユニバースをなんか図の上に、こう、書いただけなんですよね。そのうちのどれかが起こってるわけです。全部起こると無限回起こっているように見えるけど、そのうちのどれかが起こるだけなんです。だから完全に確率で、確率でしか予言できないっていうのは、量子力学はそういう構造になってて、残念ながらそうなんです。だからこれでもって、量子力学なんて完全な理論じゃないって言ったりして、そこは確かに受け入れが難くて、なかなか難しいですけど、量子力学は最終理論じゃないという可能性もあります。少なくとも量子力学の、でいうところの確率で、こういう宇宙が出てきてるという。無限大はなくなるんですよね、はい、だから、難しいですね。このポコ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 生まれてるっていうふうに言えるんだけれども、実際見ることができる領域っていうのは限られていて、そうです、そうです。私たちにとってもあくまでここしか存在してない。そうです、そうです、そこしか存在してないんです。でポコポコ生まれたら、ここの中に入ってるものが見えるんですよ。だからですね、ここの中で他の宇宙と衝突した跡とかがあれば、そういうことはできます。それは見えます。だから、泡一個が一つの、その、量子的な宇宙っていう意味じゃないです。この、的なところの中でもいくつか、そうです。これだけっていう意味です。単にこの2個起これば2個起こったものがあります。だから衝突することも見えるし、なんですけど、この無限にでかいっていうのが、嘘だったというか、だけであって、泡がポコポコ生まれてっていうのは、ポコポコ生まれてる。そうですね。うん、確率的には生まれていっている。そうで、その生まれ方のパターンが、そのとか位置、この位置がこれに対して真ん中で生まれるかもしれないし、こっちで生まれるかもしれないし、ちょっとずれたところで生まれるかもしれないっていうのを、この泡じゃなくてこれをずらして逆に書いていってやったら、になりますって言ってるだけです。ちょっと分かりやすくなりました。だから、ちょっと分かりやすくなりましたに対応するに世の中が動く確率と、隣の線に対応するように世の中の泡が出てくる確率と、隣の線に対応するように世の中が出てくる確率があって、で、それ全部量子力学を計算すると確率で決まってるはずなんだけど、それを全部パッチしてやって、パッチワークして書いてやるとこういうピクチャーことを言っていたんだなと、量子力学から無限のマルチバースっていうのはどういう意味でマルチバースが出てきたかっていうのを問わなきゃいけなくて、なぜなら僕らの宇宙は量子力学動いてるから。じゃなくて逆に、その、この無限マルチバースから量子力学を理解しようとすると変なことが。ね、これちょっと本当にあった話かわかんないですけど、どっかで読んだファインマンの話があって、リチャード・ファインマンっていう有名な物理学者
ですけど、で、彼、説明がものすごい上手い人で、だからこんなグダグダになること多分なかったと思うんですけど、彼が作ったのは量子電磁医学、QED っていうの、うんうん、はい、その一般講演でやって、QED でいろいろ説明して、まあ、派手な人だったので、いろいろ。説明した後に、いや、素晴らしい講演ありがとうございました、一般質問も。で、でも摩擦とかね、そういうのが世の中にあるじゃないですか。そういう摩擦とかを使って、このあなたの言ってる量子電磁力学をこう、うまく説明、そういう言葉で説明できないですかっていう質問したんですよね。どういうことなんですかって。で、彼そういうの得意なので、そういう分かりやすく説明するみたいな。やり始めようとして、固まってというか、うんって止まって、これだから作り話かもしれないですよね。聞いた話が。止まって。いや、それはね、その質問、方向が違うんだ。やらなきゃいけないことは、量子電磁力学を使って摩擦を説明することであって、なぜかは量子電磁力学なんだから、それがどんな直感に反していると、そういうふうに起こっている。で、こういうふうに起こっているとすれば、摩擦っていうのはこれこれこうだから出てくるんですよっていうわけで説明すべきであって、摩擦を使ってこっちを説明するっていうのは逆なんだ。で、全く同じようなことだと思った。時に量子力学なんだから世の中どんな確率って言っても確率動いてんだからその確率でもって無限のマルチバースっていうのはどういう意味で無限のマルチバースと言ってきちゃうかを説明しなきゃいけなくて無限のマルチバースから始めて確率とは何ぞやってやると無限対無限みたいなでそれは逆なんだという本当にそれにすごく似てる話なんだというふうによくなんかこうどうしてもこういつもの日常感覚でね、自分が知覚しうるものから考えようとするから、どうしてもこう量子力学から出発するっていうのがなかなか日常とそぐわない感じがあるんですけれども。そうなんですよ。だからエベレットの世界観もそうで、うん、エベレットパラレルワールドと言ってるけど、パラレルワールドだったらどうなるかって突き詰めていくと、うん、人間みたいな大きい、いろんなたくさんのものからできてるシステムだったら、干渉の方が消えるはずだから、うん、そういう意味で干渉しないんだなっていうのを、より基本な理論から僕らの、うん説明するべきであって干渉しないという僕らの経験から出発して量子力学の方をそれで説明しようとしたら絶対できないと、うん、波が収縮するっていうのはちょっとだから無理やりそう言ってしまったっていうそうですそうですそうです、うん、この1個だけのワールドに限ってみればそう見えるっていう、うん、収縮っていうのはもう本当に量子力学とか聞いたことない人は多分視聴者にあまりいないと思うのでいいと思うんですけど、その収縮っていうのは実はだから、もうほぼ干渉しないので、そういうふうに観測しちゃったら、人間っていうのは非常に大きな数のものができているから、ほぼ干渉しないから、こっちを忘れちゃっていいと。うんうん、いうふうに思えば、パラレルワールドをキープしておく意味ないので、うん、観測したら電子はどっちかを通るっていうふうにしちゃって、問題ないということだったんですよ、うんうん。それで問題なかったのは、電子みたいに小さいのを干渉できても、大きいものは2つや3つになったらもう当時の技術力では絶対干渉できなかった、干渉させることはできなかったので、でも今技術進んで結構大きいものも干渉させたりしてるので、その分子なんかも離したり、1つの分子を何メートルも離したりして、後で干渉させるとかやっちゃってるので、で、もちろんコンピューターを作ろうとしちゃってるので、やっぱりもうその考え方ではうまくいかない。少しでもあれですね、よりなんかこう、なんだろう、もうより根源的なところから出発できてる感じがしますね。そうなんです、だからみんな混乱したのは、観測して、その本当は上にも下にも行けたところから、見るとでもどっちか上か下に行くっていう、うん、でそのワールドになっちゃうっていう思うと、じゃあ、犬が見たらワールドはあるのかなと、うん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 、いやいや、蚊が見たらどうなんだと、うん、もし当たったらどうなんだと。何をもって観測なんだと人間だけが特別なのとか、うん、そうすると非常に人間の知覚っていうのは実は非常に重要でみたいなことまで言ったサイエンティストとかもいるんで、そこまで、うん。でも実は違って単に両方キープしてるだけなんですよ。で、人間が見たところで上だと見たユニバースと下だと見たパラレルワールドと、うん、犬でも何でも。で、単にもうそうなっちゃうと干渉する確率はほぼゼロなので、うん忘れても事実上問題ないというふうになってるだけで人間が特別なわけじゃないんですよね。うん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 、でも観測した瞬間に決まるって言い方しちゃうと、いつを観測だっていうんだ、うん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 。鏡たらちゃんと収縮するのかと、その加速は。楽器になったらどうなんやと、うんうん。まあでもそれでうまくいけてた牧歌的な時代もあったんですけどね、実験技術。うん
すごく小さいところか大きいところしかできなかったので、途中どうなってるかあんまり気にしなくてよくて、大きく埋まっちゃってて、小さいところでは干渉できるって言ってよかったけど、今もうより大きいシステムで干渉したり、こういう測定機器自身をどんどん小さくしたり、もうどんどんいろんなことができるようになってって、両側から近づいているので、やっぱりこのエベレットっていう人のそのパラリワードがありますよ。彼大学院生の時にこれやったんです、うん、でやっぱみんなに評価されなくて、うん、それで何なのっていうか、それともレイジーだな理由分かんないですけど、大学で取れなかったんですよね、うん、やっぱりアインシュタインも落ちましたからね。あ、確かに。で特許庁に勤めてた、うんうん、一般相対性理論の時に、だから大学に職を取れるようじゃダメだってことですねだっていうしないと本当の天才はなかなか認められないっていうのはね、うん、まあ余談でした。いいえ、すごいですね。あれ、じゃあここで今でもだいぶなんかすっきりした気になってて、あ、そうですか。あ、まあまあ、うん、まあ、あ、そうですね。あ、でも一応これが最後のまとめの図になっているんですけれども、はい、そうですね。だからこうさっき言ったエベレットの感じで、実は、うん、宇宙、泡宇宙ができるっていうのも量子力学のプロセスで、こっちにできたパラレル宇宙と別の宇宙ができた、泡ができたパラレル宇宙と別の、また別の泡ができたっていう意味で、確率的に全部いろんな種類ができていて、で、僕らの宇宙に相当するような真空のエネルギー密度がちょうど物質のエネルギー密度になってるぐらいのような宇宙がないところには、ないパラレルワールドには僕ら生まれないし、そういうのが生まれたパラレルワールドには、その泡の中にしか生まれなくて、そのパラレルワールドであっても、他のところに生まれないから、そうするとその僕らが見たときは、その周りの宇宙というか、その周りの泡は、無限に大きく見えて、なおかつどこに行ってもすぐミラクルな条件が整っているように見えるという構造で、多分バーッと世の中は動いてるんだと、はい、宇宙、僕らは世代交代もちろんして、親がいて子供がいて、で実は星もそうなってるっていうのももちろん分かってきてて、うん、多分の第3世代か第2世代の構成なので、うん、あの元々の旬できたのが爆発し、その塵が作ってる星、うんうん、実は宇宙自体もこういう親の中に子供がいて、その中に、まあ、すべてのものは諸行無常であるということで、あの、まとめですね、うん、終わるっていう感じになってるんじゃないかというのが、うん、まあ、今の物理学の大体の世界観。うん、あ、ちなみに、ちょっとこれ全然違う話になっちゃうんですけど、ええ、このどんどんこう世界が分かれて確率的に分かれていってるっていう中に、これあの人間の意思とかっていうのが介在する余地はありますか？今の理論ではする必要がないですよね、うん、ただよく分かってないことももちろん本当の意味でどうだとかっていうのはいろんなことあって、これちょっと面白い、あのこういう動画なのでいろんなこと、うん、例えば僕がだからこうあの実はこう僕が交通事故で怪我してる宇宙とか、うん、僕がノーベル取ってる宇宙とか、なんかわかんないけど、そういうのがいっぱいあるっていうことだと思うと、うん、の僕自身が病気で死んだ宇宙と、実はそのたまたまその全部のプロセスが量子力学なので、何度も言いますけど、実はあの基本的なところが全部確率なので、うん、と1個の粒子の確率が違えば、それで癌になっちゃってたのが実はならなくて済むとかあり得るじゃないですか。そのちょっとカオスっていうよ、ちょっと違えばそれが増幅されてって全然違う宇宙になってしまう。でそれの積み重ねで僕が例えば60で死んだ宇宙があって、61歳まで生きた宇宙が途中まで同じだった。でそうすると62歳まで生きた宇宙もあって、で、まあ、パラレルワールドもあってってやっていくと、60で死んだって言ってもこっちの隣の宇宙は途中まで同じ意識で61まで生きているので、うん、死んだ方は消えて単に意識なくなるだけだから、61で62まで生きた宇宙がもうあるわけだから、で多分ものすごいラッキーだったら65まで生きた宇宙もあって、ものすごいラッキーだったら75まで生きた宇宙もあって、確率的に小さいかもしれない80まで生きてる宇宙もあるから、どんどん消えていくだけで、だから自分のいるブランチっていうんですかね、このブランチでは人は死なないと、生きれる最高のところまで死なないととかね、なんか突き詰めるとわけわかんなくなっちゃうんですよ。うん、で、まあ、死んじゃったらそのブランチから消えるわけで、死んじゃったから単にそこに記憶がいるだけだみたいな。で、そういうのをなんか言われりゃそういう気もするし、本当は何それっていうのは分かってないから、そういう人の意識とは何かとか、うん、そういうところは今の理論物理学でやっぱり手が出てないっていうのが多分
まあ、正直なとこじゃないですか、うん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 、本当にどういうメカニズムでいわゆる意識とか記憶とかが動いているかとかいうのは全然違うレベルでよく分かってきて、シナプスとか、うんうんうんまあ、化学物質が出てるとか、うんうん、そういうのはアルゴリズムはどうとか、その AI でシミュレーションするのと人間の脳の動きはどれだけ違うとか、そういうのができるんですけど、この僕が今ここにいるって感じてるっていう、このいわゆる意識は何なのかっていうのは分からないです。で、それを入れないでもいいところまでやりましょうっていう、だからそれが使えなきゃダメなところっていうのは手が出なくて、そういうことを考えるのが人間として意味がないわけじゃないんですけど、今の物理学では手が出ないので、今の物理学ではやらないことにしてるっていうのが、そうするとやっぱりみんなじゃあ俺はこう思いますっていうのを言い、まあ、そういう分野もあるので、でそれはまあそういう、まあ、哲学がそれやってるかは知らないですけど、まあ、ちょっと哲学ですよね、そういう段階もあるはずなので、そこにお任せするというプロとしては、うん、時間に考えてくれというのが僕らの態度ですけどね、物理学の態度ですけど、うんうん、いやでもなんかあれですね、こうやって考えるとすごくなんか無理がない感じがありますね。なんかなんだろう、無理やりこう自分のところに合わせるっていうよりは、なんかこう、うん、わーっていった中のそこにただいる。で、そうなんですよ、ね。だからマルチバースって革命的っていうけど、実は一番コンサーバティブな、コンサーバな理論なんですよ。うん、なんでこんな条件がぴったりいったかっていうのを、例えばビッグバンの時にものすごいメカニズムが働いてとか、それこそ、たりにしてとかいう方が、センスとしては革命、本当はすごいことを言って、うん、言うんじゃなくて、ある意味、まあ、ボアリングって、まあ、つまらん、ある意味つまらんことだったという、その、なんか、うん、確かにその条件のいいとこしか僕ら生まれないんだから、見たとき必ず条件良くなるでしょっていうことなので、非常に保守的な理論なんですよね、実は。思っ、うん、宇宙がいっぱい、みたいな、その言ってるだけじゃない、なんかみたいな、神がかってるよねとか、で神様出てくる余地ないですし、うん、での話だと、うん、だからもう非常に保守的な理論なんですね、うんうん、ある意味ではもちろんそれで非常になんか余剰の次元があってとかは、それはそれで相当ドラマチックといえばドラマチックです。うん、いやでもありがとうございます。これで、あれですね。どうも長々とありがとうございました。なっているんですけども、ありがとうございます。はい、まあ、皆さん、うん、興味がありましたら、いや、本当ですね。いろいろ、調べていただけると。うんうん、広い意味で、サポートして、物理学、理論物理学サポートしていただけると。もちろん狭い意味で、バークリーに寄付して、いただくが、まあ理論物理よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。